サンプルエンジンさん、ガッキです。お、どうもアルカデです。はい、ということで今回の企画なんですけど、1000人達成記念の作ってくれた曲の時に、うん、あの曲紹介したんですけども、今回はパスコードを聴いていただこうかなと思いまして、はいはいはい、結構こうハマりそうだなみたいな、うん、あのことを言っていただいたので、僕もねかなり聴いてて、はい、っていうところで、自分がこうハマった曲で以外にもあと2曲あるので、それを聴いていただいて、さらに深く知っていただいて、好きになってもらえればなっていう感じで。なるほど。はい、パスコード、どんなグループアイドルかって言ったら、通常バンドと言われるそのバンドアイドルっていうやつですね。バンド体制でそのツアー回ったりとか、台湾とか結構、最近では感覚ピエロとか台バンドがしてたりとかっていう感じ、サウンドはゴリゴリのバンドって感じで、あのマイファスのねキッズさんとかがそのドラムやってたよねっていうアイドルグループなんですけど、シャウトする人いますもんね。そうっすね、それが一番の魅力かなっていうところですね。シャウト、スクリームっていうんですかね、他のグループにはない魅力かなっていうところで好きな部分なんですけど、あれですね、シャウトすると声可愛いですよね。そうなんですよ。そこもねギャップというか、まあ、メンバーさんですね、みなみなおさんっていうのですね、結構あの煽りとかはやるかなっていうイメージがありますね、うんうん、煽りもかっこいいんですよ、うんうん、高島楓さん、見た目はこの方が一番好きかなっていう感じですね、はいはいはい、全員ね正直歌は上手いんだよなっていうと、うんうん、同じレベルくらいで、今田優奈さん、はい、この方がスクリームというかシャウト担当っていう感じで、結構強烈なんだよね、しかもうわーみたいな、パスコードには欠かせないのかなっていう部分だと思いますね。小上ひな子さんね、この方がなんかよく歌ってるなーっていうイメージ、メインで歌ってるというか、ダンスもなんかキレキレで上手いなーっていう感じがして、アイドルとしての要素がなんか高いかなっていう感じがします。まあプロフィールがそんな感じかなと。僕があの一番初めに聴いた曲っていうのがワンステップビヨンドっていう曲なんですね、はい、たまたまなんかツイッターなのかなでなんか流れてきて、でその時こう電車の中で携帯いじってて、でまあちょっと暇だなみたいな感じで、そのたまたま見てみようかなみたいな感じで、そのパスコードのワンステップビヨンドのライブ映像を見たんですよ。でもめちゃくちゃかっこいいなと思って、でそこからもう完全に引き込まれて、もうそこでどっぷり使った、アイドルグループというかでかっこいいって思える感覚がなかなか新鮮だったんで、ライブ映像を聞いていただこうかなと思います。お願いします。ってな感じですね、ワンステップビヨンド、この展開がさ、うんうんうん、急に変わるみたいなところがあって、そうっすね、うん、この曲かなりあのデスパートの人が歌ってるんじゃないですか、はいはいはい、うん、かっこいい、いやそうね、そうそうそう、まずねすごいと思うところが、うん、結構その聞かなそうな感じがすごいするというか、あ、はいはい、機械音的な音が苦手だったりとか、うん、あとその、まあ、そもそもこう女性アーティストがガキが好きじゃなかったからと、はいはいはい、今はそんなことないけど、うん、聞いてないかったですね、そうそうそう、だからそれでやっぱそのガッティクがまず一発でバーンってハマるっていう、うん、そのまず力がすごいなってシンプルに思うんですよ、はいはいはい、で、まあ、今実際見てまあ、その力確実にあるなっていうのをもう実感してますね、うん、腹筋がさ、ね、すげえ割れててさ、ね、スタイルがいいなってシンプルに、うん、みんな、まあ、なんかストイックなんだろうなっていうのが分かるよね、そういうところ絶対力入れてるよっていう、うん、並大抵の努力ではこのスタイルは維持できないなと思うんですよ、はい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 、本当にハマる意味が分かるっていう、うん、でこれねコメント欄にねなんと6面ステーションがやべえってサウンドがねやっぱりめちゃくちゃかっこいいなっていうバンドサウンドだからやっぱり、うん、そこもかっこいいし、そうアイドルの中ではこうズバ抜けてかっこいいなっていうかサウンドが、うん、かっこよさは高い、うん、すごいなってこのアイドルとバンドの融合っていう部分がそう合致して、もう双方が双方にいいとこ引き立て合ってるみたいな、アンリミテッドっていう曲なんですけど、本当にこれ変わるって感じで、イントロでデジタルサウンドみたいな、ティーティーティーみたいな、ゲームみたいな感じのサウンドなんですけど、そこからもうバンドサウンドがゴリって変わって、で、からのなんか EDM みたいになって、からのまたもう一回バンドサウンドに戻ってみたいな、もうなんかしみじみかっこいいなみたいな、そうそうそう、すごいハマりましたね、これも、もう未だにずっと聴いてる、これもまあ、ライブ映像ね、はい、転調が転調すごいっすよね、これちょっと最後あれどんな曲だったのみたいな感じになるぐらい最初のねこうデジタル感というか、うん、まあ
あまりなくてっていう感じですよね。そうね、最初の部分と最後の部分が結構印象に残りやすくて、うんうん、あれ真ん中どんな感じだったっけなってこうもう一回こう聞き返したくなるような曲ですね、うんうん、そうですね、うん、シャウとかね、うん、かっこいいですよね。そうね、やっぱ男性と女性の喉って違うんで、すごい上手くこう自分の喉を使ってるなっていうのがあって、だからその高い方にこうクワ、うん、ってこう伸びるというか、そう、ねうん、全力だしね。そうですね、アイドルは全力なのがいいんだよね。なんか顔なんて、ね、下向けちゃってね、うん、付き合ってちゃんと笑顔も見せますからね。そうですね、そこはアイドルだし、レイの時よりもちょっとさらに気になるって感じ、ね、本当ですか。これも行くと思うな。サウンド的にはね、やっぱりバンドサウンドなんで、そうだね、バンドサウンドが好きで、スクリーム、シャウトとか好きな方はこうかなり好きなんじゃないかなっていう。そうですね、ベガスとか夕闇とか、そうですね、あの好きな人は好きそうかなって感じが、うん、ゼロヘルツとかビジュアル系で言ったら、うん、そう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 ね、アグルとかさ、うん、こういう感じだから、そうですね、まあおすすめ曲というか今回紹介した曲と、まあレイあたりを概要欄に貼っとこうと思うので、ぜひ聴いてください。かなりおすすめです。Please check it。こんな感じで終わります。じゃあ、そこ。